どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。このガズレレ YouTube チャンネルはどんな方でもあっという間にこのちっちゃいウクレレで音楽楽しめますよということで、日々簡単レッスン公開しています。今日ももりもりレッスン始めていきましょう。さあ本日は、ガズレレ G ラボのこのガズモデルウクレレと、シンプル簡単バージョンでは初めてウクレレを使ってレッスンスタートしていきます。ただいまこの G ラボのウクレレたち、大好評にて販売予約受付期間真っ最中です。ぜひ皆さんガズレレ公式ホームページにご案内がありますんで、チェック概要欄に貼っとくんで、チェックしといてください。そしてこの本が出ますよ。オレンジ色の本、ソングブック5。7月18日に発売で、ただいま各方面で予約スタートになっております。Amazon さんではもうカテゴリー1位頂戴してます。予約段階なのにありがとうございます。そして見逃せないのがこのイベント。7月23日日曜日16時から、博多の HMV&BOOKS。8月8日8日の火曜日夜19時から、渋谷の HMV&BOOKS で、無料出版記念イベント開催。誰でも参加できるんですけど、この店舗で予約、本の予約をしていただくと、優先入場でいい席と、あとはガズがサインしますよというチケットがゲットしていただけるんで、ぜひこの無料イベント、遠方の方もですね、電話予約、両方の店舗とも受け付けていただけるんで、ぜひ皆さん来てください。待ってますよ。1時間イベントで、このオレンジ色の本からもりもり引いていきましょう。セッションやりましょうということで、そのご案内も概要欄に貼っておきます。ぜひよろしくお願いします。さあ、レッスン入っていきましょう。今日はめちゃくちゃファンキーでソウルフルで、ハイテンションなご機嫌な一曲をお届けします。こちら、ドン！米米クラブの Shake Hip！ やったー！これはね、めちゃいいです。すごいいいです。これは、ただしやっぱ歌のね、乗せ方っていうかこのね、またぎ方っていうかね、やってみたらわかりますよ。歌はやっぱちょっとね、脳トレ要素が必要なんですけども、ノリノリのもう、踊れる曲、やっていきましょう。いつものように2バージョン。最初のバージョンは初心者の方でもなるべく簡単にできるようにしているガズレレ超シンプル簡単バージョンゆっくりやります。後半はかっこいいバージョン。かっこいいバージョンはね、あれが、リズムがですね、こう淡々とこう、なんとこう、ループしてる中でですね、行くのがかっこいいんですよ。その淡々とかね、このファンキーソウルフルのかっこよさ、これを再現しております。2バージョン。最後までぜひともご覧になってください。さあ皆さん音楽を始めましょう。さあ、ガズレレレッスンでね、どんどん音楽やっていきましょう。さあ、レッスン入っていきますよ。米米クラブのシェイクヒップ。まずは初心者さん向け、超シンプル簡単バージョンゆっくりとやってみる。ワン、ツー、スリー。Shake の米米クラブのシェイクヒップガズレレ流簡単バージョンやってみました。いいです。これ気づいた？もうこのコード進行がもうほとんど 90% このコード進行なんですよ。これは、ブラックミュージックがルーツのミュージシャンの方には多いんですけど、これ、ループとか循環コードといって、この中でどれだけ、ドラマが築けるかっていう一個のね、テーゼというかね、ここがかっこいいところなんですよね。で、B メロというところだけで、思うままダンスインとてもと、ここでコードがちょっと流れを変えるという、このね、かっこよさ。これで踊っていくわけですよ。これだから、すごくこれ、シェイクヒップって踊るような、やっぱね、ダンシングが、こういう歌詞の中でもダンシング書いてあるから、やっぱり体全体で表現していく。これがポイントになると思います。はい。今聞いていただかったと思うんですけど、ガズレレオリジナルショートカットアレンジバージョンなんですけど、これ、米米クラブさんがテレビに出演された際のショートカットアレンジをモチーフにしてやっておりますんでね。このバージョンでやってみてください。で、フルコーラスやりたいよという方は、コード進行を書き足して、3番みたいなのを書き足していくと、コーラスできるんですけど、はい。慣れてきたら挑戦してみてください。今のガズレレの、動画を見るとですね、歌詞とコード出てますから、それに合わせてウクレレ練習していってもらって、1個目のゴール設定としては、まず、ガズさんの今の簡単バージョンと一緒に演奏できたらすごいと思います。これ歌がちょっとやっぱりね、乗せ方が難しいんですよ。You know, Coco のフュージョン、ルージュからレーザー走ってるよ。この言葉の乗せ方、イントネーションなんつうかな、ちゃんと4分の4になってない、またいでるんですよ、言葉が。ここがね、なかなかボディーブローのようにね、効いてきますから。それが面白いところですからね。はい。一緒にできるようになった方はおめでとうございます。次のステップ行きましょう。次のステップは一体何かというと、今度はガズレレ YouTube を一切見ずに、皆さん一人だけで、リズムを生み出して音楽を生み出す。これをやっていただきたいなと思うんですけど、最初から歌詞とコード丸暗記するのは大変でしょうから、最初楽譜的なものを見て、その楽譜を見て何回も何回も練習しているうちに覚えちゃってですね、いずれは大空を見ながら、夜空を見ながら歌っていく。夜空を見ながらこの曲っていうのスカンダルファンキーですけど、キャンプとか行った時いいと思うんですよ。はい。覚えちゃうのはいいと思うんですけど、まず楽譜練習。でも楽譜ってどこにあんのということだと思うんですけど、安心してください。今の演奏はこのガズさんの手書きノートを見てやってる。今日はね、なんとこのショートカットアレンジなので見てください。びっちびちに2枚に入っております。はい。もうちょっとしたらこんな風にカメラに映してみんなもこんな風に書いていったらいいじゃんということでシェアしようと思うんですけど、今、とっても便利なサービスを紹介します。これです。ガズクラブ。このガズクラブっていうのは一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日取り上げたシェイクヒップを含むガズが今まで手書きで書きまくってきた膨大な数のノート楽譜の中から毎月5曲お選びいただいて、この曲いいな、この曲やってみたいみたいな感じで選んでいただいて、即座にお手元にデジタルデータとしてダウンロードして、すぐに練習入っていけるよという画期的なサービスなんです。そしてですね、このガズクラブは楽譜のダウンロード以外にもですね、いろんなコンテンツがあります。毎月2回、全世界中のこのガズクラブメンバーが集まってワイワイセッション、課題曲を決めて、もうめっちゃ盛り上がります。大セッション大会、ガズオンを開催しております。毎月2回ですよ。はい。それにね、ガズクラブメンバーの方だけが使えるアプリがあったりとかしてですね、みんなの演奏動画アップロードできる非公開のページがあったりとか、なかなか盛り上がったです。メンバーのコラムも、スタッフ、ガズレレ G ラボスタッフのコラムなんかも楽しめるで、そんなものは盛りだくさんです。それちょっとね、このガズクラブとはまた違うんですけど、このガズレレ大学っていうのもやってるんですよ。こっちは大学ですからお勉強ですよ。毎週2回によるライブ配信。これは YouTube メンバーシッププログラムというのを利用してまして、YouTube をパソコンで見る人、ここに、下にメンバーになるというボタンがあると思うんですけど、それから入れます。こっちは毎月590円で、毎週2回45分のライブ配信。テーマを決めて、ものすごくマニアックに、わかりやすくチャットでもやり取りしながら濃厚にやってます。ぜひこれもチェックしてみてください。概要欄に貼っておきますよ。そしてあと、毎朝7時半からガズラジやってます。スタンド FM というアプリでもやってるんですけれども、最近ではですね、ガズラジ YouTube という YouTube チャンネルも立ち上げましてですね、同時公開してるということで、毎朝7時半から365にとってもいい話をしてますんで、ぜひ聞いてください。無料で聞けるラジオアプリになってます。今ご紹介したこの3つのコンテンツ、概要欄に URL など貼ってますんで、ぜひ見てみてください。それじゃあ、楽譜を見ていきましょう。Shake Hip!米米クラブその1です。1ってことは今日2枚にわたってますよということなんですけど、イントロです。見てください。Am、G7、C、G7。Am、G7、C、G7。これが今日はずーっとほとんどこれですからね。これ、順番覚えておいてください。これやってみたらわかるけど、この Am だか G7 だか C だか、もう順番がね、弾いてるうちにごちゃごちゃになっちゃうんですよ。これがかなり脳トレですね。もう単純すぎてわかんなくなるっていうね、そんなやつですね。ここ2回やりますということなんですけど、ここから歌が入っていくんですけど、コード進行見てもらうと、全く同じ。この中で歌で表現していくわけですからね、ということでございます。はい、こうやって映しとくので、お時間ある方、この通りにね、一時停止して、ノートに書き出してもらって練習してもらうといいと思います。そして今紹介させてもらったガズクラブで、このガズさんの手書きノートをゲットするのすごく今日も有効ですよ。今日の特に有効。歌のね、タイミングはさっきから何度も言うようにちょっとね、難しいんですよね。ガズのノートの特徴は、この歌詞の上に点がついてるじゃないですか。これ。この V とか。これですごいリズムのガイドになってですね、ちょっとやってみましょうか。せーの3、You know, 心フュージョン、ルージュからレーザー、走ってるよ、シェイ、こんな感じで、こう、9分の時はこの V、伸ばしてる時はここの V で、言葉の上の時は点なんです。これがすげえいいリズムのガイドになります。あと歌詞カードにはない伸ばすところとか、この位置関係のによってのタイミングとかも、かなりね、今日は分かりやすいと思います。ガズクラブに入っていただいて、このゲット、楽譜ゲットもぜひご活用ください。お時間ある方、この通りに書くといいと思います。まず A1 番。OK？ そしたら B から、B メロ1番からサビ行きましょう。はい、ここ。スタタタタタってここも書いてある。こういうのはね、かっこいいバージョンではこれちょっとね、おかずといて盛り上げていきます。はい。ここだけコードが違うんですよ。この2行だけですよ、違うのは。はい。で、ここサビです。このまま、Shake Hip! Shake Hip! はい。こんな感じですね。同じコード進行。で、ここ、間奏も同じコード進行で、ここから2番が始まります。2番の A メロですね。はい。一時停止。いいかな。動画のテロップもちょっとね、合わせてみてください。で、こっちにくるりんぱして、はい、こっちが2番の A メロの後半がここね。ここのね、愛のボランティア、いつ頃へ、これ簡単そうに聞こえるんですけど、ね、このタイミングなかなかですよ。さっきも言いましたけれども。はい、あ、ちょっとぼやけちゃった。あ、大丈夫。戻ってきた。はい。で、ここが B の、2番の B ですね。ここだけコード進行が違う2行です。で、ここ見てもらうと、ここにサビって書いてあるじゃないですか。ちょっとね、書いてもよかったんですけど、なんとなくサビって書いてあるんで、さっき出てきたこっちのこのまま、シェイクヒップ、ここに戻りますと。で、ここ戻ったら、今度はラストですね。これラスト。ここ。シェイクヒップ。ラララララララ、シェイクヒップ、ウォーウォー。これ、コード進行一緒ですから。今日はだからもうほとんどね、このコード進行なんです。Am、G7、C、G7。これがね、嬉しいような難しいですね。さっきも言ったけど、Am と G7 と C がね、順番ごちゃごちゃになっちゃうんですよ。そこが面白いところですからね。はい。出てくるコード見ていきましょう。今日は簡単なんです、コードは。言っていきます。C と Am と F と A7 と Dm と G7 ということなんですけど、この A7 なんて出てきたっけって思うじゃないですか。最後の最後。これ、終わりで出てくるだけなんですよ、これ。ちょっと明るいの、これが。ここだけですからね、出てくるのは。だからね、ほとんど実質はですね、この A7 はほんと最後の1回で、5個のコードだと思うんですけど、まあ一応ね、6個ということです。でもこれ安心してください。今映ってるこの6個のコードはもうガズレレではもうめちゃくちゃ入門基本コードのグループ、これです。ガズレレ必須コードのグループです。これはね、だから良かったです。めちゃ簡単ですよ。このガズレレ必須コードっていうのは一体何かというと、このちっちゃいウクレレで音楽始めた人に一番最初に覚えてもらいたい入門コード10個のグループ。10個もあんのかと思うかもしれないんだけど、入門コードだから1個ずつ見たら超簡単。だけどバンと1個ね、初心者の人が10個いっぺんに覚えようと思ったら頭がごちゃごちゃになりますから、押さえる場所と名前がごちゃごちゃになる。そこで私が皆さんの頭にスイスイ覚えられちゃうめちゃくちゃわかりやすくて楽しい動画、概要欄に貼っておきます。そしたらかっこいいバージョンに入っていこうと思うんですけど、まあその前にですね、やっぱこれ何回も言いますけど、歌のね、言葉のタイミングがね、結構来てるんですよ。You know, hitomi crazy, でも惹かれる my heart, そのドレスとか、タイミングね、結構難しいですよ。もう、まあまあダンシンと手も届かないよとか、裏で来るビートとか、僕もね、歌ってみて初めて分かりましたね。この、かっこいい歌の乗せ方。すごくかっこいいんですけど、いざ歌ってみるとね、結構慌てます。なんで、ここら辺が面白くもあり、やりがいもあり、難しいところでもあるということで、歌やっぱりこれ。伴奏はね、シンプルすぎて間違えるっていうパターンが多いんですよね。この Am と G とずっと繰り返しだから、Am で良かったんだっけっていうふうにふと思った瞬間に演奏がなんかどこにいるかわかんなくなるみたいな要素もあるんで、そこが面白いところですね。はい。じゃあここからかっこいいバージョンの解説入っていきましょう。かっこいいバージョンはね、コード進行はね、全く一緒なんですよ。すごいシンプルなの、この曲。弾き方の違いだけですね。かっこいいバージョンはこれでいきます。はい。8ビートのチャーのリズムでいきたいと思います。これは今日超シンプルなんですよね。ファンキーで、ソウルフルっていうと16ビートを思い浮かべますけど、8ビートでもこういうノリはね、かっこいいノリが出るんですよね。ちょっとスパイっぽい感じっていうのかな。でんでけでん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 でけでんでんみたいな匂いもちょっとあるっていうね。米米クラブって結構そういう感じもちょっとあるんですよね。すごいファンキーでソウルフルで、ちょっとそういうなんか、なんつうのかな、スパイ系みたいな感じのかっこよさ。もう混ざった素晴らしいリズム。8ビートの茶ですけど、この弾き方の解説概要欄に貼っときます。概要欄にあるウクレレでできるリズムのいろいろという中に8ビートの茶の濃厚解説レッスン動画がもうアップロードされてますね。これで勉強してください。一応ちょっとね、今日はね、8ビートの茶なんですけど、ずっとこのコード進行でした。だから、これの練習した方がいいと思う。いきますよ。ワン、ツー、スリー、フォー。この繰り返し。これずっと繰り返しているうちに、さっきも言ったけど、C なのか Am なのか、あれ、今どこやってんだっけってなりがちなんですよ。しかもここで歌ってるわけですからね。これはですね、シンプルな、だからこその頃なんか悩みみたいなところがあるんですけど、まあ面白いんでやってみてください。なんで今日リズムはすごいシンプル。で、B メロのとこだけはワンブロックコード1個なんで、もううまみだし。シンプルに、行こうと思います。ということですね。あと、まあ、唯一の決めといったら、この、ツタタタタっていうところなんですけど、これはよく出てくるやつで、ちょっと B メロの最後のやってみようかな。いたずらに視線を投げないで、ここ、チャパパパパパパパですね。最初にチャを弾いといて、シシシ人生分、このまま、と入っていくと。はい。このツタタタタって書いてあるやつは、大体この C と G7 しかもここの曲では出てこないので、まあまあ大丈夫だと思います。そして今日の、で、最後、一番最後、A7 で終わるというところで、もうね、説明終わっちゃった。もうすげえシンプルなんです。このやっぱブラックミュージックのルーツっていうのは、これループっていうかね、この循環コードの中でどういうロマンが築けるか、ドラマが築けるかっていう、そういうね、独自の定勢というか、ね、そこはかっこいいところなんですね。なんでこの、淡々といくのがいいんですよ。の中でいろいろこういうノリの中でずっと展開していく、これがかっこいいんです。ぜひこれをこの淡々といくところの中でこうグルービンが生まれて、こうヒップに来るという、腰でこうね、Shake Hip! Shake Hip! こう踊りながらやる、このねメッセージというかエネルギーというかね、グルービン最高ですよ。めちゃめちゃいいと思った。86年ですよこの曲。いやー、さすがになんかこうディスコが流行ってるっていう時代の感じをちょっとね、当時のこうリアルで聴いてた人はそのなんかキラキラしたバブリーな感じっていうんでしょうかね、感じながら思いっきり全開で歌っていきましょう皆さん。はい、じゃあいきますよ。米米クラブの Shake Hip! ガズレレ流かっこいいバージョンやってみる。 1,2,3,4 GO! 米米クラブのシェイクヒップガズレレ流かっこいいバージョンやってみた。めちゃめちゃいいな。すごい能天気で楽しくって、なんかなんつうのかね、元気になれちゃう。今いいですよこれ。今の時代にこのシェイクヒップみたいな曲をこうノリノリで8ビート出してこれ楽しく歌うのもう持ってこいだと思います。ぜひ皆さんトライしてみてください。皆さんさっきも言いましたけど、ただいま G ラボのウクレレたち大好評販売予約受付期間中です。概要欄に G ラボのウクレレのもうめちゃくちゃ詳しいページ貼っとくんで、ぜひチェックよろしくお願いします。さっきも言いましたけど、オレンジ色の本が出るよソングブック5予約受付スタートになりました。皆さんいろんなとこで予約受け付けてます。インターネットとか Amazon とか本屋さん書店さんでよろしくお願いします。そしてこのイベント、7月23日博多の HMV&BOOKS、 8月8日渋谷 H&M&BOOKS で無料出版記念イベント開催です。電話予約もできるから、遠くにお住まいの方も夏の旅行にぜひいかがですか。ご案内は概要欄に貼っときますんで、ぜひこのイベント参加してください。最高のイベントですよ。よろしくお願いします。そしてね、ガズレレではいろんなことやってるんですけど、ガズピアノっつうのやってるんです。知ってましたか。鍵盤楽器もガズレレスタイルでどんな方でもすぐ弾けちゃう革新的な、YouTube チャンネルがあるんですよ。これガズピアノでね YouTube 検索すると出てきます。本が出てますから、リットミュージックさんから出てますよ。ぜひ皆さんこれ覚えておいてください。検索して今楽器さんとか本屋さんにも売ってると思います。そしてガズレレではですね、ガズレシピというアプリがあってですね、アプリスマホとかタブレット皆さん入れておいてください。入ってそこで何ができるかというと楽譜が見られます。無料の楽譜もあるんですけど、有料の楽譜がもう山ほどあって、もう何百曲もそこで、要はこう自動スクロール機能とかメトロノーム機能とかってなかなかすごいいいことになってますので、ぜひアプリ入れるだけでもまず入れてみてください。そしてそれのね、書籍版も出てますからね、これ本にもなってるんですよ。 Amazon などで販売中。ガズレシピ書籍版もぜひチェックよろしくお願いします。あといつもね、ガズが使ってる G ラボウクレレについているこの水引きだとか、このストラップだとかキャップだとかね、 T シャツとかいろんなグッズあります。このグッズページ、ホームページに載ってますのでね、いろんなグッズも探してみてください。そんな感じであっちからこっちからもうめちゃくちゃもう楽しく音楽やろうぜということで、盛り上がって盛り上げていっております。ぜひ皆さん楽しく音楽していきましょう。さあ、本日はレッスン動画をご覧いただきましてありがとうございました。またお会いしましょう。それではね、バイバイ。